はい、来ました。玉ねぎのズッパでございますが、まずね、こちらをお伝えしておかなければいけないのが、来ました、イカ炭入りのスパゲッティでございます。これ好きなんですよね、ちょっとね。はい、やってきました、ポップコーンシュリンプですね。はい、やってまいりました。いよいよデザートですね。ザッとシチリア産ピスタチオのジェラート。はい、皆さんこんにちは、そしてこんばんは、のみすけ調理師の食です。まずは乾杯ですね。乾杯。あー、うまい。今ヘルパーさんと介護を交代してフリーになったとこです。はい、2022年9月の14日からサイゼリヤさんのブランドメニューが秋メニューになりました。それの、まあ、詳しい状況というか様子は別の動画で、お知らせをしております。この動画の説明欄に貼っておきますので、 URL をそちらでご覧ください。それで今日なんですけども、その新しくなったブランドメニューの中から注目商品をね、ピックアップしてレビューをお届けしたいと思います。今回は玉ねぎのズッパ、季節限定商品となっております。しかし全くの新商品ということであって、帰り咲き商品ですね。そしてこちらは全くの新商品です。シチリア産ピスタチオのジェラート、この2つを今日はレビューでご紹介いたします。はい、やってきました、ポップコーンシュリンプですね。あ、申し遅れました。その紹介するといった商品の前にちょっとこれ頼んでしまったんですよね。飲みつけなんでごめんなさい。しかしこのポップコーンシュリンプは確実に数が減ってますね。まあ文句じゃないですよ。まあ何でしょう、正直に状況を報告したんですけどね、もう原価が上がってるとかね、物流が今停滞してるとか、まあいろいろ原因はあると思いますけどもね、まあ企業努力にもね、まあ限界がありますからしょうがないとは思ってます。ただ実際数は減ってますね。うん、うまい。これはね、意外とね、工場では揚げてると思うんですけど、店ではオーブンを通してるだけなんで、多分そうだということなんですけど、結構ね、油はもう落ちててね、そんなに黒くないんですよね。うん、思ったよりはヘルシーだと思いますよ。しかもね、ワインにもビールにも合いますわ。はい、来ました、玉ねぎのズッパでございますね。まずね、こちらをお伝えしておかなければいけないのが、普通にこう鍋で温めたりとか電子レンジで温めたりして、チンとかでね、で器に盛るスープじゃないんですよ。この器に入れてオーブンで温めるタイプのスープなんで、少々時間がかかるので、まあそういうつもりで頼んでみてくださいね。でズッパなんですけどね、これ直訳すると、なんか調べたらね、スープそのものを指すらしいんで、玉ねぎのズッパだと玉ねぎスープということで、ああそのままやなっていう感じなんですけども、イタリアでズッパというと食べるスープをまあ表現するらしいですね。ですので、ここはパンが入ってるんですけども、これめっちゃ昔の話ですよ。昔そのまあイタリアというか、
ヨーロッパの方では、まあ、もちろんパンがあったわけですが、今のような技術がなかったり、あるいはその麦の品種自体の問題があったりで、パンがすごくね、もうすぐ硬くなるんですって。でその硬くなったパンが本当に食べれないぐらい硬いので、それをスープに浸してふやかして食べたのが、まあ、由来らしいですよ。で今結構ね、ヨーロッパのスープでクルトンとか乗ってるんですけども、それはその名残だっていうふうにその説明を書いてた、サイトにも書いてましたね。見ていただきましょう。これですね、これパンが結構大判のパンが乗ってますよね。結構大判のパンが乗ってて、チーズですね。玉ねぎは本当にじっくり火が通ってる感じ。まずはもう何にも足さないでこのままいただきましょう。まだもうチーズもないしパンも乗ってない、本当の酢のスープのところをいただきたいと思います。ああ、美味しい。あのね、深く甘い感じですね。この甘さはまあ玉ねぎから出てくるんでしょうけど、うん、まあ、分かりやすい話で言うと、まあ身も蓋もない言い方だと、まあオニオングラタンスープですね。オニオングラタンスープの味そのものでございます。ではちょっとパンとチーズのところを混ぜながら、パンとチーズを混ぜ込んだ感じで、うん、抜群に美味しいですね、これ。うん、食べるスープ、ほんとその通りですね。食事です、うん。うん、オーブン通ってきてるんでね、芯から温まってる感じのスープです。オイオリーブオイル。グランモラビアチーズだけ足し込みます。でこれね、パンがあるので追加で頼むのがおかしいと思うかもしれないですけど、そんなことないんですよ。パンと一緒に頼んでもらって、この上にさらにパンをつけても全然いいですよ。うわー、はい、オリーブオイルグランワラビアチーズを足し込んだ玉ねぎのズッパでございます。ちょっとこの照り具合見ていただきましょうかね。いやー、たまらんな。はい、ワインいっちゃいました。赤ワイン、ハウスワインの赤ワインですね。250のデカンタでございます。改めまして乾杯。うん、十分美味しい。いました、イカ炭入りのスパゲッティでございます。これ好きなんですよね。ちょっとね、香りが独特なので、ひょっとしたら苦手な方おられるかもしれませんけどね。こんなことを言わなくても皆さん分かっていると思いますけども、ここにこう黒い点々が飛んでますけどね、これ食べられるときはね、白の T シャツとかやめてくださいね。もうぶっちゃけ天然水玉模様になりますので、ね、よろしくお願いいたします。あー、湯気映ってますかね。すごい湯気出てるんですけどね。まずはこのまま何もかけたりしないでいただきたいと思います。あ、黒いです。あ、湯気、これで分かったかな。いいですよね。パスタというかスパゲティを崩した時に出てくる湯気、大好きです。うわー、黒いなー。うまい。あのね、独特の味だよね。どう言ったらいいんだろう。まあまあ、イカ墨の味といえばそうなんだけど、普通のなんか
動物性のものの味とはちょっと癖がある感じですよね。あ、イクラ発見。昔ね、マイカのパプリカソースってあったんですけどね、大好きやったな。復活しないかな。あ、いいですね。ちょっとね、なんだろう、塩気があるんだけど、塩気がね、なんかね、臭いって言ったら言い方が悪いのか、独特なこの風味と塩気が相まって何とも言えないうまさを醸し出してますね。最高。ワインになりますわ。はい、やってまいりました。いよいよデザートですね。ザッとシチリア産ピスタチオのジェラート350円、税込みということで、香り高く素朴なコクのシチリア産ピスタチオをたっぷり使用と書いておりますね。145キロカロリー、塩分 0.1%。 まあこれはもうお分かりの通り、工場商品のサイズではね、なので中の人はもう盛るだけでございますので、中の人の文句言ってもしょうがないわけでございます。まあこういう商品ね、中の人に文句言ってもしょうがないとは言いましたが、保存も大事なんでね、保存はまあいい加減だよね。まあそれはそれで問題ないんですけど、お、いい感じじゃないですか。あ、お、大人の結構、あ、おいしい。結構大人な味。これね、アイスの、なんだろう、おつまみって言ったら、まあちょっと言い過ぎかもしれないけど、これでワインだったら飲めるな。あのね、まあピスタチオとまでは分かんないけど、なんかね、ピーナッツとかピスタチオとかそういう、まあナッツ系ね。ナッツ、香ばしいナッツ系の風味がすごいする。確かにたっぷり使われてる感じ。これ美味しいです。ごちそうさまでした。今回の目的であります季節限定の玉ねぎのズッパ、そして、シチリア産ピスタチオのジェラート、どちらもとてもおすすめでございます。私これちょっとね、どうかなと思ってたんですけども、こういう表現でいいか分かりませんが、お子様が食べるよりも大人が食べた方が楽しめるんじゃないかという、ちょっと粋な味してます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さあ。